はい、ご無沙汰しております。まあいろいろちょっと事情がありまして、撮れ高がなかったものですので、もういきなり全部材が入っちゃいました。まあ接着剤の乾きもあったんですけど、今から怖いのはこのポージングをする上で、外れてしまうっていうことがたまにあるんです。たまにというか、まあ往々にしてあるんですけど、まあ、そこをどう対応していくかっていうところが今の課題ですね。実はね、今ちょっとこの肩のパーツが1個外れてるんで、これを拾い上げて、元に戻してポージングをしていきたいと思っております。はい、これね、外れて1個ここで転がってるやつ、こいつをまず救出することから始めましょう。さあ、どうやって救出するかな。で、あとはこのね、ちょっと瓶の内側をちょっと拭きたいんですけど、拭きたいな、拭いてからポージングを取りたいなと思っております。スマホを、まあ、iPhone で撮ってるんですけど、iPhone を固定するアームをやっと買いましてね、やっと撮影がまともにできる状態になりました。しかし今日の雨すごかったな、ほんと。まあ短時間ですけどね、雨降ってた、ね、ちょうどその雨降ってる時に、ちょうどホームセンターで買い物行ってるっていう、最悪の状況。でぐちゃぐちゃになって、この糊がすごいことあってんな。ベタベタ。ちょっとこれ拭かないとな。最近は何でもいろんなもの売ってるもんだな。スマホ用のこの、なんていうんですか、自撮り用のアームとか、めっちゃ安くていいの売ってるんですよね。しょうもない大陸製のスタンドを使ってたのがなんか嘘みたい。ほんと、まあアイデア次第なんだろうな。何でもな、うまく使えば何でも役に立つよっていう話で、ね、さてこれをここですわ、戻せるかな。だんだん自信なくなってきたけど、いや遠いわ。え、ちょっと待って、なんか
無理な位置にあるな。と言いつつ頑張ってみるっていうね、無謀なことをする。どうやって送り込むんだっちゅう話だろうな。と落ちた。どうやって送り込むよ。これか。このパターンしかねえわ。このパターンだな。絶対な。これ一つオミットしても全然もう仕上がりの関係ねえだろうとかと思いながらも、こう若干その悪魔ささやきが感じられるんですけどね。まあそこそれしちゃうと作品がっていう気もする。なんだこれ、あ、この両面テープダメだ、使えねえ。たりもするんですけどね。まあこれは人の性格なんだろうな。頑張れるだけ頑張ろうっていう気になるんですよね。これがね。いいな、この撮影スタンド。いい感じや。初めからこれ買えばよかったな、ほんと。うまくいかんもんだね。めっちゃ撮影便利だなこれ。ほんとなんでこんなアーム買わんかったんだろう今まで。
なんかあるもので頑張ってた自分がなんか恥ずかしくなる。本当世の中便利なもん売ってんな、ほんとマジで。というところですね。これね、怖いのがね、ほんともうこのポージングをすると何かが取れるんですよ。ほんと怖い、ほんと怖い。これ今からほんとにもうあの本来ならもうこのまま終了にしたいぐらいの勢い。さあ頑張ろう。まあちょっとね、今回ね、あの、まあ、前回と違う仕上げになると思うんだけど、これ最後これを入れたいんでね、どうにかちょっとポージングを考えていきたいんですけどね。ちょっとピンの内か先吹くか、どうしよっかな。先吹きたいけど、まずポージングをつけたいな。ちょっとこのへっぴり腰をなんとかしたいな。前向け、いいね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 、前向こうぜ。よし、人生前向くに行こうぜ。一撃で折れる可能性あるんだよな、取れたりとかするんだよな。無理か、やばいなやばいな、限界っぽいな。本当は肘まで曲げたいけど
ってくれる行ってくれる行ってくれる、これ左手と取れたらちょっと再起不能です。怖いよ怖い怖いやばいやばいやばい、行った、よし、おっさん思わず叫ぶっちゅうねこれね、いいね、この後へっぴり腰だけ直して、結合子がなんか感じでどうだ？って思いますけど、さあ海に落ちか吹きてえな、吹こうか今からね、ね吹きましょう。とりあえずこれで一旦完成
性なんですけど、ちょっとなんか、なんかピンの内か、うわぁ、今、やべえな、拭くことすらできなさそうな雰囲気なんだけど、こう、拭けたらいいなぁ。そうな雰囲気するな。なんか嫌な気がしてきた。もう吹けんな、これな。ダメだわ。無理だな。瓶の内側吹きたかったですけど、無理です。無理です。ダメです。吹けません。ベタベタやもん。ということで、ズボック。まあ完成ですよね。はい。もちろんここからです。瓶は一切切っておりません。シャアをどうするかはちょっとね、まあ、あの最終、今からちょっと仕上げを考えていきますんで、まあ、出来上がりましたらあの最終形の形で、動画アップしたいと思いますんで、またよろしくお願いいたします。とりあえず今日は、ポージングまでということで、はい、ありがとうございますね。よ、まあ、このすごくよく入ったよねって話だけど、ほんと。まあ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 、あの、代表作となる。まあ、同僚に誕生日プレゼントで1個あげたんでね、今後ちょっと、オフ会とかでね、これを持って行って、ちょっとみんなでワイワイやれたらなと思っております。ね。ちょっとこうね、なんかみんなとワイワイできたらなと、まあ、こんなコロナの時代ですけどね、本当にワイワイできたらいいなと思いますね。なんかもうガンプラしてるだけでもうなんかもうオタク扱いされる。まあもうオタクでもいいんですけど、全然そうね、こう違うんだよっていう、芸術なんだよっていうところをね、ほんと目指していきたいなと思っております。ちょっとこの上の内からだけ拭いて終わりにしようかな。よし、多分ね、接着剤でぐしゃぐしゃになっちゃってんな。ほんとこれ
今後の課題だな。接着剤をいかにぐしゃぐしゃにならずに綺麗に仕上げるかっていうね。はい、ありがとうございました。ではちょっと次はね、あの本当最終形のこうディティールの動画を上げれたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ではでは。